清音さんさ、知ってる？ここどこか。ここ知らないですね。これね、ファラクヌマパレスって言ってさ、はい。ハイデラバードのさ、え宮殿なのよね。っていうか、私がセミナーの時にね、ハイデラバードの話をすると必ずセミナーを受ける人に勧めるのよ。ここの、昔のね、パレスをタージブグループが改装してね、ホテルになってるから、絶覚えて対ます、泊覚えてままりに行った方がいいよって。そしたらなんか、一人で行ったんだよね。す。そうですよ。館内ツアーみたいのがあって、1時間ぐらいこうかけてじっくりとこう建物見るんですよね。スパークリングワイン飲みながらね、ああ、そうです、そうです。そう、超こう良入っかったってす、あくれ。るんだけど、イスラム建築とアールデコとなんちゃらかんちゃらが融合してても違和感ないんだよね。そうですね。ベルギー製のシャンデリアがあり、ミントンのタイルがありって、覚えてないやろ。いや、覚えてますよ。階段は大理石で、こう、一個一個、こう、なんか大理石をつなぎ合わせたんじゃなくて、一個の大理石から、もう、一個一個、一段一段作ってるとか。そうなんだ。え、知らないですか？ なんかさ、そうなんですよ。階段のところに彫像がさ、あったの知ってああ、る？そうそう、ミューズの話ですよね。そう。ミューズは9人の女神の総称ね、ギリシャ神話に出てくる。はい。歌とかね、踊りとか文学とか。で、それが要するに階段の端っこにね、一つずつ飾られてるわけ。でもさ、どうそうな考んえですてもよ。さ、8体しかないんだよ。あ、そうです。僕、数えたら8体しかなかったっす。おね、なん坂か、田さんに言われて。10体じゃないの？ってなんかマネージャーの人に聞いたら、落として割れましたって言ってた。大丈夫、清音さん。大丈夫？風邪気味なんだって。大丈夫です。はい。え、風邪気味ですか？そう、ちょっと移動が続いて。あ、で何ね、時ですか？清音さんは。今ね、8時、8時9分。じゃあ2時間ぐらいですね、時差2は。時間差。私はね、6時半。おお。6時40分か。1時間半。なんかさ、ほら、いろんな人と今、レコーディングしてて、で、なんかタイミングもいろんな国の人とやってて、で、インドが一番さ、30分ってなんか計算しにくいじゃん。で、なんか確か自に。分のノートに書くときにもうきっちり写してたつもりなのに、今日なんか3時半って書いてたのね。で、なんかもうさ、うわ、ちょっと男子に会うからマスカラでもしようかなと思って、マスカラまでしてさ、普段やんないくせに。そして、待っててさ、28分ぐらいになって、で、普通、まあ日本人だったら29分、30分で誰か1人ぐらい入ってくるわけよね。入ってこないし、32分になっても入ってこなくて、32分になった時に、こいつらインド人かよとか思って。で、40分になった時に、いや、ちょっと待って、おかしいぞと思って、なるほど。調べたら、22時 まずはい、はさ、い。話としては、バンガロールにいた時の思い出と、プラス、なんか、こう、いろいろ経験談みたいなもの、得たもの的な。だってほら、今、もうバンガロールのコミュニティがさ、シューンってなってるわけよ。で、やっ1000ぱり何結人構帰ってるんですか、みんな。今ね、コロナに100なっ人ちゃっちょっとて。ぐらいしかいないみたい。あ、もともと1400人ぐらいいたんでしたっけ？そう。だから多分あ1割ぐらいじゃない？で、戻ってきてても、多分、なんていうの、奥さんとか家族とかは、あ。うん。要するに帯同で戻ってくる人は少なくて、戻ってきたとしても単身赴任。だからそういう意味でも、もうミューズクリエーションは今後、新生ミューズクリエーションとしてオンライン化するのね。人が来ないし、来た時のためにここの情報を、なんかインドのほら、しょぼい情報しか流れないじゃん。未だに、日本に帰ると。だから、リアルな住んでた人の声をアップロードしたいなと思っています。でもって、さらにまあ、カンボジアに行ったりとか、日本に行ってからのこととかは同窓会的な話で。編集の腕がすごい上がってるっていうことで、動画もありましたよね。どなたかに褒められてましたよね。誰か褒めてたよね。そう。だって、ロックダウン始まってやり始めた割にはさ、おお、そうですよね。頑張ってるよね。じゃあ、めちゃくちゃ。南インドのマルセイユはめっちゃ受けましたけこんにちは。ボンジュー。ボンジュー。
南インドのマルセ、あ、違う南インドはここや、南フランスのマルセイユ近くのマルティーグという町にお住まいの、そう、あ、フランス好きだもんね、清水さん。そうですね、はい、やっぱり文化とか、うん、なんかちっちゃい頃から、うん、ちょうど10歳の時に98年のワールドカップが開催、フランスであったんですよ。はい、だからまあサッカーとフランスみたいなところで、僕は14年ですね。あ、結構前だったの。14年何月？14年の12月、もう年末ですね。で、いなくなったのが、あのお別れ会が、18年の5月とかだと思います。坂田さんがあのはっちゃけてた時ですよね。DJ やって坂田さんがこうやって楽しかった。めっちゃ楽しかったっすよね。だってさ、なんで日本の人たち誰も踊ってないんだろう。食ってる場合かよ、今踊る時だろって感じだったよね。むしろまさにまさに一番お元気でしたね、あの時。あそこで大きな溝ができるんだよね、インドコミュニティのパーティーと、コミュニティのパーティー。インド友達のパーティーに行ったら、私どっちかっていうと控えめだよ。あ、なるほど。本当に本当かな。いや、本当だって、だからあんたたちからもう命ないぞって。で、村田さんがいつ来た？2017年の、うん、9月かな、9月、8月か9月ぐらいだと思います。で、2018年の6月に帰国したんで、大体9ヶ月ぐらいですね。そしたらさ、ほぼさ、清音さんが帰った直後か、あの別れの後だよね。あ、そうですね。はい。あの後ですね、すぐ。でさ、村田さんとは私さ、付き合いほんと短いのにさ、半年ぐらいしかないのにさ、はい。なんかよく食べたよね。いやー、ほんとよくしていただいて。でも食べるっていうかさ、セミナーとか慈善団体とか結構一通り行ってない？ああ、もう本当にお誘いいただいてほとんど行かせていただきました。なんかその丁寧な喋り方やめていいから。あ、一応あの撮影だということで聞いてお誘いいただいてとかさ。すんげえ違和感なんだけど。そうですね、あとあれですよね、家が近かったんで、僕坂田さん家に行って11時とかに帰ってももう歩いて帰ってましたからね。徒歩徒歩徒歩圏内だったんだよね。そう、徒歩で10分ぐらいだったんで、そう、本当よくお邪魔させていただきましたね。清音さんとの出会いは意外とそうね、すぐに会ってないもんね、私ね。そうですね、はい。もともと清音さんがここいらした経緯は、語学学校のそうですね、マネージャーとして、ね、そうですね、はい、責任者、マネージャーとして。でもサッカーもやってたんだよね。そうですね、遊び程度ですけど。あ、そっか。でも本当は日本にいる時もフットボールっていうかサッカーが好きで。いや、全然思ってなかった。それはインドですね。それはインド。え？あ、そうなんですか？はい。だからサッカーの仕事したいなと思ったのもインドですし、ああ。まあだからそれこそインド離れてサッカーの仕事を探してっていうのも、うん、まあ、インドがきっかけですね。あ、そうなんだ。はい。まさかのあのサッカーチーム高原機構？まあまあまあ、自分がプレーしてたってのもあるんですけど、うん、やっぱ2014年からすごいインドのサッカーって変わったんですよ。そうだよね。スーパーリーグって新しいリーグができて、本当その世界中の有名な選手、デルピエロとかブラジルからロベルト・カルロスとか来て、うん、でなんか本当その J リーグの初期を見てる感じだったんですよね。なるほど、黎明期にいたから。そう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 。だってさ、なんだっけ、アビスパ福岡そうが来た時も、はい、ね、なんかあの表彰状みたいなところでなんかやってた。そうですね、あのプロジェクトが一番、もう一番大きいきっかけですかね。もう踏み切ろうっていうか、うん、あ、そう、うん、いや、それまではそのライターっていうか、インドのサッカーを記事にしてたんですよ、日本のサッカー雑誌とかに、うん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 、覚えてる覚えてる、なんか Facebook とかでたまにそれの告知してたよね。そう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 。でそれ自体もすごい楽しかったんですけど、うんうん、もっとじゃあサッカーの仕事するにはっていうので、今そのサッカークラブで働いてるんですけど。あ、そうなの。今はサッカークラブに働いてるんだ。そうそうです、はい。あ、そう。あの時さ、日本から来た選手たちがさ、はい、日本語上手ですねって言ってましたね。
ヨーネさんだってインド人にしか見えなくてさなるほどなるほど。では昨日あの柴田さんがウェビナーやってて、うん、であの泉さんってあの元インド代表の方いられるじゃないですか。あ、そうね、うん、はい、やられててで、まあ、見てたんですけど、その時にあの視聴者の中にそのアビスパ福岡の U18 で実際バンガロールに来た子がいて、うん、で今あの中央大の2年生らしくて、一緒だね僕と。じゃあ写真の中にあるわ、多分ここに載せようと思ってる集合写真の中に。うんうん、いやさ、知ってると思うけどさ、バンガロールのあのスタジアムがまださ、ガタガタだった時に、オシム監督たち来たんだよ、J リーグ。そうですよね。そう、あの時私見に行って、電気が落ちて停電になったり、あと、スタジアムに野良犬が入って走り回ったりして、休止になったりとかしてね。で、今なんか、江戸川区っていうか、そのインドのコミュニティとそのサッカークラブをつなげるみたいな活動をしてるみたいで。わあ、いい話だ。そうなんだ、その人ともちょっとコンタクト取りたいよね。うん、そうですよね、っていう話なんで。話飛ぶけどさ、私、はい、インドに来るじゃないわ。ニューヨークに行く直前に住んでたのが西葛西なんだよね、江戸川区。全然、その頃はインド人もいなかったんだよ。カレー屋もあんまりなかったんですか。そう、1996年はまだね、インド人誰もいなくて、そしてその前に住んでたのが世田谷区の洋画なのね。おこの前調べたらさ、洋画の地名ってさ、ヨガが語源らしいよ。そうなんすか。そう、なんかあそこに最初に ヨガを教えたなんかインド人かなんかの仏教関係の僧侶かなんかにゆかりのある寺があって、そこからヨーガから来てヨーガになったらしてってすごくね、その時から決まってたんですね、いろいろと。ヨガ、西葛西、ニューヨーク、インド人、インドみたいなじゃあ、まあ、インドでの経験が今の自分のサッカー人生を育んでいるみたいな。はい、もう 100% そう。はい、いや、サッカーの仕事なんてしようと思ってなかったですからね。サッカーはしてたんですけど、高校、大学って。でもそれが仕事ってなるとまた違うじゃないですか。でも選手にもなれなかったし、うん、でもまあそのインドでそういう経験を積めて、ステップアップできたかなっていうのは思ってます。ちょっと待って、でも清音さん音楽もやるしさ、はい、作曲とかもしてるでしょ。そうですね、はい。でも続けながらいやでもなんか全部つながってるんですよね。サッカーってエンターテインメントなんで。そうだね。音楽も必要だし、ファッションも必要だし、うん、ファッションな、そうだよね。ユニフォームとかさ、いろいろあるよね。それはなんかまあ全部経験が生きてますね。あ、そう、うん、で、B2B の仕事もあるし、B2C の仕事もあるし。今の仕事は、クライアントはどこなの。なんていうんですかね、大手で言うとポカリスエットさんとか。へー。あとは地元の大きなホテルとか、うん、スポンサーに。あ、地元ってカンボジアの。あ、カンボジアのカンボジアので、今はちょうど2021年に向けてまた営業してるっていうイメージですね。そっか。でも今回のコロナの件ではいろいろ何予定とか狂ったり大変なこと。いや、狂いましたよ。一応そのシーズン中断になって、うん、3ヶ月ちょっと中断になって、でその後今もやってるんですけど無観客試合っていう。ああ、そうなんですね。ね、うん、清音さんさ、バンガロール来る前もカンボジアにいたんだよね。そうです、ちょっとだけ。でもなんかあのカンボジア中心にいろいろ回ってたみたいなイメージですね。あ、そ、東南アジア、うん、そう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 、はい、うん、シンガポール行ったりとか、ベトナム行ったり、タイ行ったりとか。そうですね、2017年の、9月ぐらいにインドに行くって話になったんですけど、会社で、まあ、証券会社に勤めていて、当時は。うん、で、なんでしょうね、海外で研修してこいという制度があってですね、で、年間に15人ぐらい若手が、証券会社の営業マンの若手が、
自分でこう行ける国を選んで、行くっていう制度なんですけど、なんか僕の時は、ニューヨークとか、イギリス、ロンドンとかいろんなところがあって、僕はもう真っ先にバンガルールを選んだんですけど、なんで？なんでってなるじゃないですか。で、うん、なんでってなった時に、なんか当時ですね、インドの株をまとめてる投資信託をお客さんに販売してて、ですごいなんかインドの将来性をこう語ってですね、買ってもらったりしてて、ですごい自分自身インドに興味があって、で当時のお客さんになんかそんなに言うんだったら実際自分がインドに行ってこいよとかって言われてですね、そらそうだな、要するに来てもないのに行ってたわけね。そう、来てもないのにインドってめっちゃすごいですよみたいな話をしていて、なるほど。でなんかそれはなんだ、いろんな本とかいろんな、なんだろうな、書物を読んでインドってすごいねってなってたんですけど、まあ、実際に行ってみていろいろ感じることがあったかなという9ヶ月でした。で来た時はさ、ほら課題があったわけじゃん、なんかこう一つ、あ、そうですね、ミッションを残さなきゃいけないみたいなさ、はい、そうですね、あ、そうです、インディア、ちょっと名前を覚えてない、おいインディア・ジャパン、スタートアップコミュニティって IJSC っていうの、そうそう、作ったんじゃない、うん、あ、そうですね、それはNPO で作りまして、でなんだろうな、当時証券会社に勤めてたんで、まあ、こっちでこう会社とか作って、まあ、副業みたいになったらダメだったんで、ノンプロフィットでこう団体を作ってやりました。だよね。でそれの、はい、なんかピッチイベントみたいなのに私も、はい、隣にキュンネさん座ってた時だよね、あれね、いただきました。そうそうそう、でさ、もうなんかプロジェクターとスクリーンの間に2人が司会者が立っても顔に文字が映ってイラッとして、そうなんですよ、大変だったっすね、あれは、プロジェクターを遮るなよみたいな、大変そう、これですよ、これこれ私が撮ったんじゃないか。これは散々でしたけど。そうそうそう、これ第1回目のイベントだったんですけど、でもさ、村田さんとの出会いはさ、そこじゃないんだよね、はい、一番最初に出会ったのはだからあれ2017年の12月だよね、確か。そうですね、12月ですね。そうだって清根さんが急にこの年末の結構クソ忙しい時にさ、折り紙みたいなのやるから。そうですか、この前よりはその前から会ってないですか。違う、いや、あれはね、初めてでした。ソーシャル、ソーシャルだ、ソーシャルっていうレストランがあって、そこ、アーティストリートのところだ。そう、で、そこの人と話してたら、なんか折り紙でクリスマスツリーのなんかね、作るイベントみたいなのやりたいから、ニュースでっていうよりも坂田さんちょっと手伝ってもらえませんって話になって、どう考えても12月私旅行に行ってて、帰ってくるのが14日以降とかさ、なんかそういうギリギリなタイミングで。そうでしたね。絶対実現しそうにないレベルのなんかバタバタした時だったけど、一応練習しようということで、で参加する人はいるのって言ったら、なんか大学生のインターンの子が一人と、あともう一人いますって言って、もう一人で来たのが自分なんだよ。なんか自分その日には参加できないのにさ、参加できない人になんで私が折り紙教えなきゃいけないのみたいな。いや、なんかあの時、なんか結構僕インドに行って、バンガロールに行って、日本人の人でほとんどこう一番最初に会った人が清根さんだったんですね。多分 2,3 人目ぐらいの方だったと思うんですけど、で、まあ、インドのこと全然わかんないんでいろいろ教えてくださいみたいなこと言ってて、でそしたら清根さんから連絡来たら、まあ、この人の話は絶対聞いた方がいい人がいるから、一回ちょっとついてきてみたいなところで坂田さんのご自宅に行ったっていう感じだったんですよ。折り紙教室が講じてね。でその時に、いや折り紙教室聞いてなかったですよ、確かあれ。事前に聞いてなくって行って、え、折り紙すんのみたいな感じでしたよ。とりあえずこの人の話聞いたけど間違いないからって言って、あ、じゃあぜひぜひ、ものすごくこれ用意書されたら私そこをカットできないよ。この分だけ伸ばすよ。いや、でも本当結果的に本当にいい出会いをこうつないでいただいたなっていうのはありましたね。だってあの時さ、本当に良かったです。なんかさ、折り紙は折れないし自分たち株もできなく、まあ、ね、ギリギリ清根さんがなんか作ってたんだよね、一生懸命。で結局夜が更けてきてお腹空いて、よくわかんないけど、じゃあご飯食べようかみたいな感じでご飯作って、ここから
でだからそれから半年間ぐらいしかなかったけど慈善団体そうですね意外とね教会の写真多いんだよそしてあと宗教セミナーも来たはい行きましたあの宗広くん自分が今度は連れてきたんだよね語学科、はい、クラスメートの大学生、はいまだバンガローいいから、はい、この人の話聞いとけばいいからって言ってこう連れてきてますからそれ以外もなんかちょこちょこうち来たよねそうですね、ことあるごとに本貸したり、本借りたりとかそろそろちょっとお腹減ったんでみたいな、はい、バイセローハウスとかさ、ガンディとかさあの本を借りてって見てたよね、はいはいはい、いやセミナー系はほぼ行ってますね、僕だけど楽しかったよね。だから慈善団体行った時もまあ帰りには飲み会になるしね。行きましたね、ビールのところ。うん、そうそうそう。あの清音さんはさ、その語学学校に来てたインターン生と一緒に、インターン生を連れてうちに来たの。そうですね。インターンとか生徒とか。そうだね。はい。JR の人たち。そうですね。はい、ああ、いらっしゃいましたね。あ、うん、そうそう。あそこも行きましたもんね。あの、なんだっけ。会員制というか、バンガロールクラブ。そうだよ。連れてもらった。キヨネさんいなかったよね。僕多分いなかったですね。そうそう。でも JR の方と一緒に行きましたよね。ね。いやー、なんかあちこち行ってるよね。あちこち連れてってもらいました。でもさ、こうバンガロールの、やっぱり、なんていうの、大きな思い出っていうかさ、村田さんにとっては、何がやっぱり印象に残ってる？そうですね。あの、なんか、今この背景にある、こっちか。ちょっと難しいですね。うんこの背景にあるイベントとかって、自分でこう、なんだろう、あの、団体作ってイベント3回ぐらい、3回ですね、開催して、で、まあ何やってたかっていうと、あの、日本の大企業とインドのスタートアップをこう、マッチングさせるような、まあ、いわゆるマッチングイベントをやってたんですけど、やっぱそれぞれに課題があって、日本の企業は、まあ、資金力があるけども、なかなかこのインドの難しいビジネスを攻略できてないっていう、課題感と、あとはそのスタートアップ、インドのスタートアップについては、いいアイディアとか、まあ、あの、いわゆるローカルのビジネスを知ってるけども、資金力がなかったっていうところがあったんで、やっぱりそこをこう結びつけることで、なんか、あの、いいシナジーを作れればっていうところで、そういう機会を作ろうということで、なんか一から本当に自分で考えて、一応形にはできたかなっていうところは、今までになかった経験なんで、それがすごい良かったですね。そうだよね。はい。一から作って、一応会社を作るっていうさ、まあ、会社が NPO を作るプロセスをやって、NPO を作って、はい。あの、役所に何度も足運んだでしょ？行きましたね。手続きも、はい。手続き行って、ね、はい。なんか、途中から僕なんか罪を犯したかなみたいな感じで思いましたよ。だよね。なんか、シュッとしたじゃん。なんか何回も呼ばれるし分かる私もニュースを NGO にしたときにもう途中で賄賂渡そうかと思ったもん、はい、いやいやってもうこんな面倒くさいなら賄賂出すって言いながらもダメダメ NGO がここでね賄賂出したらいいと思いながらもう証券会社で横浜の支店に行って丸1年働いたんですけどやっぱりこのなんだろうインドの経験が結構僕の中で刺さっててあのそのインドのスタートアップの人とかとこう関わってイベントにも出てもらったんですけどなんだろうそのリハーサルをするときとかあのこうディベートというかまあリハーサルをする中で結構その議論も活発にするじゃないですかインド人の方ってだからものすごい熱量あるしなんか本当自分のビジネスをこう作っていくためには何でもするよみたいなところが本当にあったんでそういうなんかパッションとかスタートアップらしさってかっこいいなと思ったんでなんか僕もこう帰って証券会社1年勤めてましたけどまあなんか1年間の間に結構悩んでてなんか僕も同じようなことやりたいなと思ってまあ1年越しでしたけど今スタートアップにいるっていうそんな状況なんですそうですね。だから本当なんかインドの経験がなかったら今もあの証券会社勤めてると思います。でもさその証券会社にしてみればさ、ねえお給料も出して行かせて帰ってきて去るケースが相次ぐよねきっとね。でもあの1年間はちゃんと恩返ししたんでそれは、はい、そうだね。まあ自分の人生得されなく。それはそうだよね、はい。だから会社側もそういうさ海外の経験を積んだ。
社員たちを活かせる土壌がないとやっぱり。そうですね、なんか僕が言うのはあれですけど、それは本当思いました。なんか、せっかく1年間活かして、あのまた同じような仕事をさせるんで、それはもったいないよ、生きないよ、面白くないなっていうのがね、結構多くて、僕の海外行った時15人いたんですけど、もう10人ぐらい辞めてます。やっぱそうなるよね。この1、2年ぐらいで残ってるメンバーの方が圧倒的に少ないですね。だからさ、行った人たちを集めた暑苦しい部署作ればいいのにね。ああ、本当そうだと思います。なんかやらしちゃってもいいと思います。もう常に議論して話がまとまらないみたいな部署を作って、そこから新しいプロジェクトとかさ、うん、なんかグローバルチーム作ったらいいのにね。そうなんですよ。でもなんかその元いた会社だと、いわゆるその海外の経験を積んだ若手をもう一回支店に送り込んで、その支店を活性化させるみたいな目的が一応あったらしいです。なるほど。ちょっとそこは難しいよね。要するに一人のトップだけが空回りして他がついてこれないっていう仕組みになってしまうケースが、いやもう本当それでしたね。なので僕退職する、まあ、その横浜に行ってからもう相当荒れてましたよ。毎晩お酒飲んでああでもないこうでもないってこう一緒に働いてる人のこと言ってみたりとか、よくなかったですけど、荒れ方が絵に描いたような荒れ方やって酒飲んでそこも同じやいやもう本当に今考えるとどうかしてましたね。でも本当それぐらいなんだろう、その現状維持というか停滞していることに対してストレスがありましたね。わかる。だから別に、ね、うん、急がなくていいとは言いながらも、あれだけっていうかこれだけ動いてる世界を見て戻って、そう同じところに戻っていくのはそりゃ耐え難いよね。いや本当そうでしたね。本当にそうでした。だからね、大人でそうじゃん。私昨日は一昨日かはここに住んでた子供が大人になったケース、はい、で、帰国子女の子供たちと話したのよ。でね、小学校5年生ぐらいから高校1年ぐらいまでの7年間いた子がいたのね。はい、ね、もうどれだけ辛かったろうって思う。うん、要するに日本からここに来た時は英語できなくて、で、最初の記憶をもう消してるわけ。自分は伝えたい、発信したい性格だったのに、全く言葉が話せない環境に来たから、うんうん、こもるわけじゃん。だから自分の記憶に蓋をして、でもどんどんもういつの間にかインドに染まってるわけよ、もう感覚も、うん、で日本に帰って受験の1年前ぐらいに帰って、だから予備校に 7,8 ヶ月通ったらしいので、通ってその中でもずっと違和感しかないと、うん、違和感しかないんだけどどうしようもできないじゃん、日本に帰って大学行かなきゃ、うん、で大学受験をして上智に受かって入学式に行って、入学式に1日行ってダメだと思ってやめたんです。うん、これ聞いた時にね、その簡単にこうやって話すと、何、人の人生だからさコンパクトに話せるけど、その間の葛藤ってすごいと思うよね。うん、まあ自分の場合はさ、酒飲んでたんだろうけど。そう今それ言おうと思ったんですよ。いやその子もお酒飲める年だったらお酒でごまかせたんだろうなって。本当だよね。そこに入っても1年ちょっとぐらい経つんでしょ。ちょうど1年、ちょうど1年経ちました。だよね、だって私がさ去年、もう今9月じゃん、はい、去年一時帰国したのが10月で、その時に会ったんだもんね。そうですその時にね、中山さんね、陽子さんとかも来てくれて、ミュースの人たちとか、はい、昔のメンバーとか。もう1年か、あれもう1年ですか。どういうスタートアップなの今。フィンテック系にいて、そうなんだ。はい、請求書を買い取るような形でサービス展開してるんで、うん、なんか中小企業向けにサービス展開しててですね、中小企業だと、まあ、商品サービスを取引先に納品するじゃないですか、うん、そうするとそれと合わせて請求書を送るんですね、うん、で請求書って大体取引先から入金があるまで30日か60日ぐらい入金サイトがあるんですよ。はいはいはい。請求書もらった側は、まあ、支払い期日っていうのが設定されてるんで、うん、大体それが30日とか60日ぐらいあって、そこの 1,2 ヶ月って中小企業にとっては結構死活問題で、うん、なるほど。この間もう商品は作ってるのにお金が入ってこないっていう状態が 1,2 ヶ月続くんで、
例えば他の会社からこの仕事をやってくださいって言われたときに、自社でこの、まあ、あの人件費とか、あの商材を買う、なんだろうな、まあ、固定費とかいろいろかかる中で、その仕事を受けるためには、あのこの前、出した仕事の入金がないと受けれないっていう状況になるんですね。なるほど。なので、僕らがそれに代わって、その請求書を買い取ってあげて、うん、24時間以内に現金化するみたいな、そんなサービスをやってます。なるほどな。それ私自身もほらニューヨークで会社してたじゃない。でも、はい、そうだったんだよ。要するに私は絶対に外注に支払いを遅らせたくなかったから、うんうん、印刷とかデザイナーとかに、はい、で入金前にそれに印刷費とかをさ払っちゃわなきゃいけない時があるわけよね。はいはい。残高がなくなって、はいはいはい、次の仕事を始めても、うん、今度はそこにコストをかけるだけの残高がないから、あ、そうそうそう、動けない。まさにその通りです。はい。だからその時にも入金はあるということが確かだという、要するに請求書があれば、それをあなた方が買い取ってくれて回収してくれると。そういうことです。払ってくれるわけか、クライアントの代わりに。そうです。あ、そうですそうです。うん、そんなことをやってます。ということは、まず当然だけど、まあ、倒産みたいなものも免れるし、うん、あの社員に対する給料を滞ったりせずに済むし、うんうん、まあ、要するにこう支払いの微妙なブランクみたいなものを埋めていく、なんか入金と支払いのタイミングがずれるだけで黒字なのに倒産する会社ってあるっていうじゃないですか、うんうん、そうだよね。ああいう会社を、まあ、救えるようなサービスで、なんかもともとこういうファクタリングっていうんですけど、うん、ファクタリングってい う, こう金融ってあったんですけど、それを今まで結構そのなんだろうな、面談が必要で書類のやり取りが必要で、なんかすごい煩雑な手続きをした後でじゃないと、売り買いすることはできなかったんですけど、それを全部僕らの会社がオンラインで完結できるようにしたんですよ。うん。でも待って、その場合自分たちはどこから利益を得るんですか？あ、その場合ですね、例えば100万円の請求書を坂田さんが、即時現金にしたいってなった場合に僕の会社に申し込んでいただいて、そうすると僕の会社で、まあ、2% から 9% の手数料をもらっているって形になって、なので入金自体は95万円とかを24時間以内にお戻しさせていただいて。なるほど。はい。で坂田さんは、1、2ヶ月後にあの取引先が100万円入ってくるじゃないですか、うん、でその100万円をそっくりそのまま僕の会社に返してくださいっていう形なんで、その5万円が利益になります。なるほどね、うん、いや、はい、日本ってさ、正味の話わかんないんだけどさ、契約書とかがちょっと曖昧なとこあるでしょ、今はどうなの？そうですね、あ、契約書とかもそうですし、僕らが取り扱っている請求書なんかは本当になんだろうな、あのその取引が成立しなくても請求書って誰でも作れるじゃないですか、うん、そうなんだよ。そうなので、あのここのなんだろうな、請求書の蓋然性というか請求書の信憑性がこう正しいかどうかとか、本当にこの坂田商店が潰れるかもしれないとか、その辺の余震もちゃんと見て取引させてもらってるって感じです。だよね。だからその辺のバックグラウンドのチェックしないとお互い怖いよね、はい、そうですね、うん、なので決算書とか、もらったり銀行の入出金明細とかもらってあの余震かけてるって感じです、ね、うん、はい、なるほどね。だって私ほら、ね、日本にいるときにあの動画でもね、坂田の反省語る動画でもさちょっと語ってたけど、はい、あのやっぱりフリーランスの時ってさ、うん、最底辺だったから、もうなんかほら10万円払いますって言って入金時にね、うん、8万円で値切られたりとかいうことがしょっちゅうあって。あ、そう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 、だからそういうさ、なんていうの、日本のクライアントって口約束とかメモぐらいじゃもう全然ダメで、だからフリーランスなんかもうほら会社じゃないからさね、いい加減っちゃすごいいい加減だったわけよ。だけどアメリカに行ったら、ね、なんかこうどんなに小さい額でも契約書があって、うん、でそこにサインをした段階で一応の効力があるから、だからなんていうの、倒産することはないなと思ったんだよ、自分がちゃんと稼げば。不渡りを出されても、うん、半分は取れるみたい な, なんか取り立て代行業者みたいなのがいるんだよね。今はまだ本当にフリーランス協会とか日本でもできてて、うん、なんか今本当個人の力がこうどんどん強くなっていく時代にようやく日本もなってきてるんで、うん、そういったフリーランスの方々はどんどん応援していく風土にはなってるんですけど、やっぱり今でもそのフリーランスの方が
あの対企業と取引をするっていうと立場的に弱いじゃないですか。そうなんだよ。そうで、まあ、契約巻いてればその契約通りにはやってくれるっていうのはもちろんそうだと思うんですけど、あの支払いが遅れるとかそういうのは平気で今でもあるっていう話なんで、だからね、本当に私が日本にいた時、ついこの間だけどさ、はい、本当に泣き寝入りする人多かったもん。例えばさ、コンペティションかけますね、 A 社と B 社ので、 A 社と B 社のコンペかけるから、 B 社はプレゼンのためにこんなパソコンとかないからさ、グラフィックデザインの版下とかデザインとかをさ、もう本当に何日もかけて作るわけよ、アートワークを、うん、そしてそれを例えばポスターにしますっていうのでさ、3案ぐらい作るじゃん。でも、うん、その3案作った彼は、ね、時間もお金もかけてるのに、そうですね、 A 社 B 社で自分が B 社について B 社が落ちたら何ももらえないの、ね、そんなことが普通にあったのよ。だからさ、その会社が払うべきじゃん、イラストレーターに、はい、だってその人は死活問題なわけでしょ、はい、2週間なり何なりをそれに費やして経費もかかってプレゼンしました、自分がプレゼンしたじゃなくて、その B 社がプレゼンして A、B やって負けた、そしたらあなたにも払えませんっていうのはさ、話になんないんだよ。でもそういうことを普通にやってたからね。っていうか私今でもたまに来るもん来てたもん、そういう仕事が。要するに企画として出してください、で通らなかったら仕事はないけど通ったら仕事来ますよみたいな、うん、本当に一時期インドブームとか自分たちが来るちょっと前ぐらいの時とかはさ、すごいオファー来てたもん。もうライターっていうと下に見るで、特に住んでるライターっていうとニューヨーク時代よりも扱い悪いから、あ、そうだからなんかあの上からね、この企画通ったら これから仕事あげますよみたいな感じで来るんだよ、いらねえわみたいなねだからね、そういうことがやっぱりフリーランスっていうのはねあるんだよ。だから、うん、きっちりした大手出版社とかなら別だけど、制作プロダクションとかいうことになるととてもね、だからそれもそれはフリーランスを救済するというか意味でも頑張ってほしいよね。そうですね、フリーランスも中小零細が、中小零細の法人も、あの共にこう、なんだろう、僕らが助けたい領域なんで、うん、どう。でも村田くんとかね、その事業って結構こういう不況の時に向いてるような。あ、そうですね、あのコロナになり始めの時は前月比で4倍ぐらいとかになりましたね、申し込み数でいうと、ね、めちゃくちゃ困って、やっぱ飲食店とか中心に本当に申し込み増えましたね。で、あの日本だと、なんだろう、持続化給付金とかですね、うんうん、あとは中小企業向けにあの無利子無担保融資とかですね、国が結構頑張ってお金出してるんですよ、うんうん、でそれが出たのが、6月7月ぐらいに結構出たんで、そこは逆に売り上げ落ち込んでってですね、僕らの会社の、ね、今ようやくっていうか、なんかすごいなんか、まあ、なんかジレンマなんですけど、またそういった給付金とか融資が中小企業の中で枯渇していって、徐々に申し込み数が増えてきているっていう感じですね。微妙だね、自分と仕事ね、世の中がちょっと儲かるみたいな、結構左右できるそう、結構微妙なんですよ。だからなんか、うん、なんかちょっとね、こういう時の話になってるしね、救済になってるけど、ね、なってるけど、本当はでもこれって、うん、あのこういう僕らみたいな業者がいないことが健全な社会なんだよ。そうなんですよ、あの銀行とかも ない方が健全なんですよ、本当は。本当そうだよね。でもなんかまあ必要な、資金調達とかは絶対あるはずなんで、うん、やっぱりその前向きに捉えてほしいなっていうのはあって、なんか倒産寸前だから今のキャッシュフローを埋めるためにこう明日の飯が食えるように使うんじゃなくって、次の仕事をちゃんと受注できるようにあの、うん、今この請求書を現金化するんだっていうポジティブな方にこう資金調達をしてほしいんですよね。いや、そりゃそうだよね。どっちかっていうとさ、はい、そういう人たちが要するに潰れていくケースが多いわけじゃない。そうですね、ビジョンもあって、要するにランニングもできてるけれども、はい、この目先の 2,3 ヶ月の運転資金が足りないばかりに諦めなければならない未来の可能性がある
中小企業みたいな、ね、はい、でも日本そういう土壌はさ、ね、今までなかったのあんまり自分たち今までは、僕らがパイオニアで今やってるって形で、清根さんは今は、はい、もう次で4シーズン目ですね。具体的には何してんの？具体的にはマーケティングとセールスをやってて、チケット販売とか集客とかスポンサーシップセールスとか、あと、まあ、それこそユニフォームのデザイン販売とか、そういうのやってます。なるほどね。でこれからこれから考えて、だって今のこのコロナ禍をどう生き延びていくかとかいう展望はどうなんですか？そうですね、やっぱオンラインシフトはやっぱりやっていかなきゃいけないなっていうので、その、まあ、サッカーってスタジアムで見るのが多分一番熱狂していいんですけど、それが今できないんで、オンラインのライブを見てもらっていかに楽しんでもらえるか、試合前までに例えばオンラインのプログラムを作って、この試合の見どころみたいなところで盛り上げるとか、その実況をその追いかけられる、ライブを見ながら実況も見れるみたいな仕組みだったりとか、そういう結構オンラインのところをやってます。なるほどね。じゃあ見せ方を変えていくってことだよね。そうですね、うんうん、あと企業もやっぱり当たってく企業が全然変わったんで、うん、去年まで、までだとやっぱりその自動車関係だったりとか、うん、あ、そうか、そう、そういうところで、ね、スポンサー営業みたいなのが行けたんですけど、まあ、今年はもうちょっと業界によってはもう営業も行けないみたいな状況なんで、うん、どっちかっていうと今こう風向きが向いてるあの会社にアプローチかけてます。清根さんは今いくつ？今32っす。まだ若いな、2人ともやだ。 あれ、清根さん32歳でしたっけ？そう。あ、清根さんが来た時がうんと若かったの？そしたらここに来た時。そうですね、僕多分26くらいで来てます。そっか、なんか2人ともピチピチだったんだ、はい、そっか、同じぐらいだったんだね。そうそう。そうか、じゃあまあこれからだな。そうですね、これからですね。今まあ、でもさ、まあ、逆に言うとさ、この30アラサーでさ、このロックダウンの停滞の時期はきついな、気持ち的に。どうなの？そうですね、旅に出たいとか動きたいとか、まあ動いてるみたいだけどさ、うん、旅行は行きたいですね。ねえ、やっぱこう、どうステップアップしていいかとか、次じゃあどういうビジョン持ってやろうかっていうところが若干持ちにくいっていう。いや、見えにくいじゃん。だってどこを目指すべきかって思わない？そうそう、ね、本当にこのオンラインを今使ってるけど、これが安泰なのかとかさ、うん、なんかこう、ね、一旦電気なくなったらもう私たちどうなるのみたいなとこない？なんか私もそこに不安を覚えるな。なんか今さ、みんながこうやって、ね、私もほらミューズクリエーション、ズームとかやってるけどさ、うん、こういうツールに頼り切っていて、うん、こういうの一切なくなったらもうなんか南の島でサバイバル能力身につける方がいいんじゃねえかとかさ。はい、美しさ出た、はい、もう髪伸びたと思わない私。本当に本当髪切ってないと思う、去年日本に帰ってから。本当っすね、すっごい短いっすね、この時。おこれシュールやな。これシュールですよね。これさ、お別れ会、これいいっすよ。お別れ会で燻製どうしてもなんか村田さんが、あ、そう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 、これですよね。これね。何これ？これ燻製ですよ。燻製のバーベキュー作ったんだけど、ね、なんかね、小さく魚とか丁寧に丁寧に切ってきて、ほら自分の別れ会でもう今まで散々坂田さんとこうごちそうになったから的な感じで自分で下ごしらえしてきたんだよね。でところゆで卵とかもね、人数もきっちりあるのよ、魚とかね。なんか5、6切れね。なんかチーズ持ってきたらさ、チーズを燻製にすると美味しいとか言って、実はこれモッツァレラチーズで全部もうね、衝撃でしたね。
炭の上にね、チーズが溶けて乗っかってすんげえ臭いのもう全体いやー、あれ衝撃的でしたね、本当に。アップル、あ、なんかね、私もね、高級なリンゴのなんかチップみたいなね、ものをバーベキューセットでなんか通販で買ったのにさ、そのリンゴのチップの匂いとかさ、もう一網打尽だったよね。このチーズ臭かったっすね。あれはほんと誤算でしたね。誤算かよ。で、これあの下の方にある写真がさ、あのチーズが溶けてモッツァレラの皮だけがさ、へばりついてる写真。こいつっすね、こいつ。ひどいよね。でもさ、私清音さんとはさ、豚骨ラーメン同好会やったんだよね。おー、やりましたね。そう、あれ結構私12、3時間はい、豚骨をかけて、はい、ほら、あなたはさ別に日清のカップヌードルで OK なんだけどさ私ほらアレルギーでさ、清音さんちゃそうですよね。そう MSG アレルギーで食べれなくなったから、要するに添加物が入ったやつが、うんうんうん、だけどどうしても豚骨ラーメン食べたくて、近所の肉屋に、ね、豚の骨が売ってるのを知って作った。あれ美味しかったよね。あれすごかったですね。伝説ですよ、伝説。噛んでるわ。もうさ、あの、ね、骨髄をコンコンって出すのをさ、うん、腱鞘炎になるとか言う。働けみたいな。あの時、鶏ガラもあったんですよね。鶏ガラと豚ミックスして。だから、どうがいいかを一応研究会だから、うん、鶏ガラ 100%、 あ、違う、豚の豚骨 100% なのか、鶏ガラを混ぜるのか、あるいはほら、第一段階の油が多いのと、うん、第二段階の油がちょっと抜けて濃い澄んだやつとあったんだよ、うん、豚骨第一、第二スーププラス鶏のスープっていうのがあって、それらをブレンドしたり塩だけにしたり醤油にしたりって。あ、やりましたね。やったやった、楽しかった。まあ、みんな元気そうで良かったし、まあ、将来のビジョンは今見えにくいけど、とりあえず頑張ってるなみたいな感じだよね。はい、なんか言っときたいことある？あ、僕気になってることがあって、日本に流れてるニュースはやっぱそのコロナの感染者がすごい多くなって、今もうあれですよね、アメリカに次ぐ世界で2番目に感染者が多いってなってて、うん、どうなっちゃってるんだろうなっていうのはなんかあんまり伝わってこないんで、ニュースからだと。実際なんか現地はどんな感じですか？インド人口13億人なんだよね。だからね、まずね、感染者数が、ね、うんうん、世界で一番多くなっても全然不思議じゃないわけ。まず中国のさ、どこまで正確な数字を出してるかわからない。でもう一つ言うと、検査どしどししてんのよ。で、もうね、そこいらに行って無料の検査コーナーとかもあるし、アパートメントに EMP 来て一斉検査とかもすんのね、うんうん、そしたらもうね、ゴロゴロ出てくんのよ。そりゃそうっすよね。でね、もっと言うと、その重症化する人が減ってる。この隣のアパートメントでも実はね、あのプルワパーク、うん、もうすでに検査したら40人ぐらいもう感染者出てんのね。あ、そうなんですね。私ね、自分自身もかかったんじゃないかってちょっと思ってんのよ。で、いうぐらい感染者多いの。実は先々週うちに遊びに来た友達もその翌日発熱してコロナだったのね。うん、お、それは移ってますね。うん、で、彼は無症状かもしれない、うん、ちょっと微熱があって、ごめん、翌日熱が出た、行ったら感染者だった、うん、私はほら、人は心配するから言わなかったけど、私の友達の家も6人家族なのね、子供ここにいるんだけど、はい、そしてなんか2、3週間前に検査したら2人すでにもう免疫できてたらしいのよ。じゃあどっかでかかってたんですね。かかってたのって他の人には移ってない、うん、だから検査基準とかを考えたら、もうそんな数字全然もう当てにならない、うん、だからもう9月1日から普通に地下鉄とかも動いてるし、ライフが始まってるし、ああ、そうなんですか、動いてるし、街は動いてるわけ。私自身は別にもうさ、海外とか旅行に行かなかったら、行けないんだったら外に出る意味があんまりないから、うろうろしてないけど、うん、だからもうこの病気に対する捉え方、
感染した時にお年寄りとか体が悪い人が重症化するっていうのは当然あるだろうけど、でもそれは今まで注意払ってなかった他の病気のことを考えると、でデング熱でやっぱり私の周りでも何人か重症化したり亡くなった人いるから、それを取り沙汰してないだけでどっちの方が多かったのかは分かんないでしょう。そうですよね。だからね、なんかね、変な世界になってきたなと思う。その経済活動自体は、まあ、戻ったとは言わずとも、まあ、普通にこう外に出歩いてる人もいるし、リクシャーも走ってるしみたいな感じなんですか？もうそのね、それはもうアンロックになった何ヶ月前ぐらいから交通量とか増えてる、私は出てないけど、増えてるけど、要するにもうダメになったビジネスは多いよね、当然。ただもう e コマースはすごい伸びてるし、そうですよね。なんぞって自分たち知らないよね。知らないですね。なんぞっていうサービスがもう鬼のように伸びてる、EUNGO って書くんだけど、はい、使いっ走りみたいなサービスだったのよ、そもそもはバイク便みたいなの。そのバイク便のサービスがどん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 拡張していって、もうとにかくお買い物に行ってくれる、もういい品を選んできて届けてくれるみたいな。だから買い物代行みたいな感じなんですね。ドライバーがいなくてもちゃんとお買い物してくれるような、便利よ。だから私何にも出なくて全部買い物済むもん、そしてしかもそのオーガニックとかさ、いい食材も届くし、あとデリバリースイギーとかトマトとかもすごく、要するにバラエティーがより豊かになったし、健康にいいもの。あと個人が例えばさ、なんか個人というか小さいビジネスでいい美味しいパンを作ってますとかさ、美味しい、健康的な食品作ってますみたいなものところがアピールすると、もそこに男女を送って届けてもらうとか、全部アプリでできるから、もう支払いなんかも一瞬じゃん。PayTM とか？もう PayTM どころじゃなくて、ほら、トランスファーがすぐにできる。なんかよくわかんない。Google Pay とか、PayTM そうだけど、なんか電話番号ちょちょんって入れたら、スタッて払えるから、すごい。もうね、キャッシュレスっていうか、キャッシュいらない。たまにお札見るともうなんか、臭い。なんかもう発行してるぞこのお札みたいな。未来が見えないよね、そういう意味ではね。わかんないですよね。なんかアフターコロナっていうのがそもそも何なのかっていうのはわかんないですし、今なんか僕も取引先っていうか、いろんな方とこうオンライン面談みたいな形で、やってるんですけど、まあ向こうもこれに慣れてきているんですけど、なんか意外とできるなって、意外とこうなんか契約取れるなっていう感覚はあるものの、じゃあこれ膝詰めで話したときになんかもっといいのか、本当は なんかその慣れだと思うんですけど、オンラインでいいのかみたいなところって、なんかそのアフターコロナって言われるものが今までに戻るのかニューノーマルになるのかみたいなところってまだ想像つかないなっていうのは正直ありますね。私はやっぱりね、使い分けるっていうか二部化するのがいいと思う。わかんないけど、私自身が思うに、これに適した場と適さない場って明らかにあるわけじゃない。私はやっぱりこうやって子どもの教育とかね、自分たちとこう話すとか遠隔地で話して情報をまとめるっていう意味でも、圧倒的にこのロックダウンか自分がこれをやる、境遇になってよかったと思うわけ。プラス、自分がやるセミナーだから、今まではさ同じ話をもう何回も何回もしてきてるわけじゃん。一人の人間がオーディエンスが変わることによって何度もやってきたのをもう YouTube にアップしたらもうやんなくて済むわけじゃん。いやいや、佐賀さん、それはアップデートがあるんでダメですよ。いや、だからそれはアップデートを作ればいいんだよ。なるほど、なるほど。同じもの。はい、じゃあお疲れ様、どうもありがとう。はい、ありがとうございます。はい。